これは当宿からのささやかなプレゼントです。よろしければコミュニケーションツールとしてご活用ください。クイーンズブラッド、現在ミッドガルはかつてない危機にさらされています。マコーロ爆破事件。おはようございます。ご挨拶が遅くなりました。私はブロード、この宿のオーナーです。皆さんはすでにお出かけですよ。ああそうだ、バレットさんから伝言を預かってます。ネボスケのソルジャーさんよ、今日は一日自由行動だ。今のうちに装備の点検でもしておくんだな、とのことです。まずは武器屋へ行かれてみてはいかがでしょう。そうだな。それとクラウドさん、スキルブックをお持ちですよね。ああ。でしたらついでに本屋にも寄られてはどうでしょう。カームの本屋は由緒ある魔導書店の第1号店、確か初回はサービスしてくれるはずです。熟練の技能士がお客様の新たな能力を引き出すようにスキルブックをカスタマイズしてくれますよ。カームは素朴でいい街ですよ。ゆっくり観光なさってください。起きたか。よほど疲れていたようだな。俺を待っていたのか。感謝を伝えていなかったと思ってな。クラウドたちのおかげで北条から逃げられた。成り行きだ。だとしても恩は必ず返す。しばらくは一緒に行く。そうだ、装備の点検に行くなら私の装備品も頼む。わかった。偉そうな新入りだな。あ、おはよう。ああ。みんな街を見に行ったみたい。そうらしいな。あのタンク、思い出さない？ああ、約束した場所だ。あの時の服、お気に入りだった。ああ、水色みたいな、緑みたいな色の。うん。穏やかでいい街だね。なんだかのんびりしちゃうね。いいのかな。何をしてるんだ。クラウド探してたの。そうか。本屋に用事？あのね、その後時間ある？塔の上行ってみない？仕方ないな。その言い方。でもまいっか。それじゃあ入場券もらっておくから、塔の前で集合。いらっしゃい。ありがとうございました。最近カーム田舎だと思ってたけど、いいなカーム。景気はどうですか。カームこけし。よお兄ちゃん、調子はどうだ。またいつでも来いよ。地元のチェリーとチョコレートありがとうございます。
っちこっち。それじゃ行こっか。お、ミッドガル、こっちだったよね。そのはずだ。ここから見ると小さいね。距離があるからな。ねえ、ティファと何かあった？うん、ほら、部屋同じだったから。何か言ってたか？特には何も。でも、わかる。幼馴染なんて、羨ましい。大切にしなくちゃ。おそらく。戦おうなんて考えないでくれ。町が巻き込まれる。逃げよう。ついてこい。異常なし。どこやる気を行こう。私は味方だ。本家に知り合いがいてね。あんたもアバランチか。似たようなものだ。待て。私が兵士の気を引こう。君たちは上の足場を渡れ。
うまくいったな。宿まであと少し。気を抜くか。下で待っている。地下道が町の外まで続いている。今ならまだ待ち伏せはないはずだ。外に出たら近くの農場に私の知人がいるから頼るといい。それとこれを。クラフト端末だ。共和国時代に作られた骨董品だが、アイテムクラフトができるようになる。よければ使ってくれ。俺たちを行かせて、あんたは大丈夫なのか？私もこの街も神羅とはいろいろあって、正直これが正しい道なのかはわからん。考えが変わる前にさっさと行ってくれ。何してやがったんだ。デートみたいな。え？あ、そういうのはしばらくお預けだ。いいな。よし、脱出だ。行き止まり？風が流れている。こっちだ。俺の出番だな。改めてそう思った。それに私なんかよりずっと強そう。そう見えるだけだ。だから人々は崩壊の予兆に気づかない。いろいろ教えてね。何が知りたいんだ？例えば荒野の歩き方？
そんなの簡単だぜ。俺のやり方は、とりあえず歩き出せ。あんたらアバランチだろ。心配するな。カームの宿屋から連絡があった。シンラが本格的にあんたらを探すらしい。ここも安全じゃないかもしれない。湿地帯の方に使われていない船着き場がある。身を隠すにはいいかもしれないぞ。皆さんお揃いで。あ、トラックのおじさん。あの時はお世話になりました。なに、お嬢さんたちならいつでも大歓迎さ。うっと、自己紹介がまだだったな。私はグリーン。今お召し置きを。今日はあいにく車の調子が悪くてね、乗せてやれないよ。今日は大丈夫、ありがとう。この辺りで人気のないところはないか。ん？人気のないところ？ま、若いうちは情熱に流されるものだからな。そうだな、湿地帯にある船着き場なら誰もいないし、静かだし、バッチリだと思うぞ。良ければ後でうちの牧場にも寄ってくれ。今は手が離せないもんだ。すまんね。もう少しで牧場だっていうのに。かんあんぶろめ。神羅はいねえな。ああ、共和国時代の船着き場だ。昔は船で出張を渡ってたんだよな。で、ミスリルマインを抜ければジュノンってわけだ。ああ、その通りだ。だが船は死んでいる。乗ってみる？無理だな。そんじゃ泳ぐか。湿地にはミドガルゾールムが潜んでいます。だって。
でもチョコボのスピードなら大丈夫。さあチョコボで湿地を越えましょう。チョコボのご用命はグリーン牧場まで。買ってどうする？チョコボ乗る？乗る？行ってみよう。これはこれは皆さん、ようこそグリーン牧場へ。トラック直った？お嬢さんたちと会って元気になったのか、なんとか動いてくれたよ。で今日は、あ、もしかしてチョコボが入りようかな。おうよ、湿地帯を越えたくてよ。さすがお目が高い。昔は国営の交通網があったが、ご存知の通り今じゃ全くの役立たず。そんな時代に便利なのがチョコボ。特に湿地帯ではこの上なく役に立つ。お嬢さん方、チョコボがどうやって底なし沼を渡るか知ってますかな？さあ、なんと羽毛でぷかぷかと浮かびながら強靭な足でスイスイと泳ぐんですな。そしてあの恐ろしいミドガルズオルムもチョコボには追いつけないときたもんだ。へえ。ま、何が言いたいかというと、湿地帯を越えるならチョコボが最善。それはもう間違いなし。ここで借りられるのか？もちろん。詳しいことはあの小屋にいる孫のグリングリンに聞いてくれ。ん？何か質問かな？いらっしゃい。看板を見た。湿地帯用のチョコボを借りたい。ああ、おじさんたち運が悪い。おじ、レンタル用のチョコボはみんな貸し出し中なんだ。いっぱいいるじゃねえか。今いるのは療養中か契約済みの子だよ。でもまあ、おじさんたちがもっと高値で借りてくれるっていうなら譲ってもいいよ。いくらだよ？10万以上。ごめんね、私たち旅の途中でそんなに払えないの。それならいい情報があるんだ。情報量千ギル。と言いたいところだけど、美人を困らせたくないからタダでいいや。実は少し前に牧場から逃げ出してそのまま野生化しちゃったチョコボがいるんだ。もしそいつを捕まえてくれたらお姉さんたちのものにしていいよ。本当に？名前はピコ。ちょっと気難しいやつで放牧してたらいつの間にか逃げちゃったんだ。え？おじさんに雰囲気が似てるかも。まずピコの足跡を探して。足跡があればその近くにいるはずだよ。野良になったチョコボはすごく用心深いけど、気づかれないように近づければお姉さんたちでも捕まえられると思うな。うん、分かった。ありがとう。あとこれ重要。情報をタダにしたんだ。必ずうちの店で買い物をすること。妹のクリンが売ってるから、まずは見てったよ。商売がうめえな。チョコボを捕まえたら一度うちに連れてくるといいよ。乗り方や育て方を教えてあげる。お兄ちゃんがお金お金ってごめんなさい。お仕事だからね、気にしないで。そうなんだけど、パパとママがいなくなってからとってもお金にうるさくなって。お姉さん、ミッドガルから来たの？うん、スラムから。チョコボサムって知ってる？知ってるっていうか、うん、
知ってる。どこにいるの？6番街のスラムだろうな。ウォールマウ…サムに会いたいの？わかんない。その人、パパとママの仇なの。クリン、その話はお客さんにはしないよ。でも…今の話はよそでしないでよね。サムはチョコボ業界の大物だから、変な噂が立ったらうちなんかすぐに潰されちゃう。わかった。誰にも言わない。あ、ピカを捕まえたらこの野菜あげてみてください。ピカは特に野菜が好きだったからここに戻ってきたくなると思うんです。それじゃお店も見ていってください。お兄ちゃんは必ず買えなんて言ってたけど、いいものがあったらでいいんで買ってください。あとチョコボの装具品と黄金の羽の交換も受け付けてるんで、そちらもよろしくお願いします。ギガの方、よろしくお願いします。チョコボをギガさせるときはこのチョコボを使ってください。そんじゃチョコボ探しと行くか。まず足跡だよね。いたぞ。よっしゃー、あとはとっ捕まえるだけだな。静かに。狩りの基本は相手に気づかせないことだ。狩り？友達になるんだよね。ああ。ごめんね、もう持ってないの。牧場に戻ればたくさんあるよ。おい、牧場へ戻るようだな。追いかけよ。
たせ。ピコの準備できたよ。じゃあこれ、この笛を吹けばいつでもチョコボを呼び出せるから。チョコボに乗るの初めての人もいるよね。はいはい。じゃあうちの練習場を使っていいよ。案内するね。ここでレースに出るチョコボを調整してるんだ。レースって？ゴールドソーサーで開催されているチョコボレースのことだよ。世界中のチョコボファームが参加するんだ。グリーン牧場も出るの？父さんと母さんがいなくなってからは一度も。でも近いうちに出るつもりだよ。どうしても勝ちたい相手がいるんだ。ま、お兄さんたちはレースに出るわけじゃないから、とりあえずチョコボに振り落とされないようにね。それじゃあチョコボに乗ったら声をかけて。いい感じだね。じゃあ軽く走ってみようか。との相性もいいみたいだし、もしかしたらお兄さんとピコならレースでも勝てるかも。いろいろありがとね。あ、そういえばお姉さんたちお金ないんだよね。カームなら仕事があると思うよ。シンラの軍隊もいなくなって落ち着いたみたいだから行ってみれば。そうだ、ついでにクリンの依頼を受けてやってくれない？なんだか困ってるみたいなんだけど、僕には話してくれないんだ。クリーンずっと元気がなくって、妹は母さんが大好きだったから。何でもやしてく？いや、急ぎたい。旅お金かかるよね。うん。何でもや手伝うの楽しいしね。渡れんだろうな。底なし沼もあるって話じゃねえ。それに蛇の化け物持てるんだろ。チョコボなら大丈夫って言ってたけど、この子たち信じよう。あれを見ろ、セフィロスだ。本当？王様。セフィロス、いねえな。うん、そうだね。どうした？何？
待していたようだな。解説ありがとよ。来るぞ。やっこっちゃな。いったか。いや。この程度か。沈め。ここからだ。頭を狙って。俺たちも狙われている。気を抜くな。ここで決めよう。あ、いや、それ。
もしもし、私、わかる？エアリス。おかえり、クラウド。セフィロスは？やっぱり、セフィロスは強いな。あの連中もセフィロスを追っているのかもしれない。うん、そんな感じするね。俺たちも行こう。セフィロスがいるのか？わからない。モンスターいそうだね。いかにも。ザコは適当にあしらう。深追いは禁物だ。ザコなんていないよ。私には全部強敵。私も。ああ、俺もだ。クラウド、なんとかしてくれ。2000だな。極上と普通の間くらい。何の話？もみ。もみ？行くぞ。各自注意してくれ。僕はもともとミスリルを取ってたんだ。お前らミスリルはわかるか？聞いたことはあるかな。とても硬い。そして美しい。二人とも正解だ。しかもとんでもなく貴重だった。ここ以外で取れたって話は聞いたことがねえ。俺は昔鉱山で働いてたからよ。この業界はちっとばかり詳しいぜ。じゃあミスリルを探す？あんまりおすすめじゃねえな。シンナの技術で似たようなものを作れるようになったんだ。とてつもなく硬くてキラキラしたものをよ。マテリア生成の応用だろうか。帰りしない方がいい。うん。だよな。気になるよな。よし、俺が行く。うん、私も行くね。いや、
こういう場所の歩き方にはちょっとしたコツがいる。素人は悪いが足手まといだ。私も行こう。多少心得がある。じゃあお願い。ごめんね。うん、ありがとう。あ他の車んと見失わない。気をつけてね。容赦はしない。さあ待たる。やってやる。行け。切り崩す。行け。次に繋げよう。出口までつながっているのかもな。行ってみよう。また落ちたりしてなきゃいいけど。傷はそれほどでもない。ここのところ働き詰めだったからな。少し休んでいるだけだ。それって憧れのバケーションじゃないですか。バケーション。まあそんなところだ。羨ましい。いや、あいつは退屈してるさ、うん、そうかもですね。どうしたんです？なんでもない。もっと喋ってろ。はい。待て。それであいつどうします？先輩、あのですね、私正直納得してないんですけど、あの黒マントを追跡してなんか意味あるんですか？上からの命令だ。俺たちタークスにとってはそれが全て。うわぁ、仕事人間登場。でもあいつもう助かりませんよ。
楽にしてやりましょう。孫主任ならきっとそうします。ひどい。誰だ。いい耳だ。ごめん。あ、はあ、アバランチ。私はタークス機体の新人イリーナ。社会の敵ども成敗してくれる。レノは？バッキーション。レノ先輩の留守は私が守る。新人といえどもタークスだ。なめるなよっと。
ぶっ飛べ。ゆっくりやる。任せろ。もんはそのままだ。おかしな真似すんじゃねえぞ。さーてと、仲間と七番街の敵どうしてくれようか。恨むのはお門違いだな。お前たちが始めた戦争だ。うちもいろいろあって状況が変わった。お前たちは賞金首だが、今後我々の邪魔をしなければ見逃してやる。上から偉そうに。エアリスをよろしく。任せとけ。じゃあ出口で合流しよう。おう。こんな連中を大勢見たことがある。北条のところだ。重度の魔法中毒らしい。死んだべ。しかし揃って何してるんだ。セフィロスを追っている可能性がある。クラウドはそう考えている。クラウド、大丈夫か。あいつ さてどうやって上に行く。あのツタが使えそうだ。
奴ら、あんなとこで何やってんだ。バレット、おーい。どうした？休憩か？向こうに渡れないの。そっちで足場を作れないか。助かった。報酬！忘れんなよ。こちらからは開けられないようだ。そっちでは開けられないか。やってみる。この野郎！
私が出る。なめるな。勢いに乗れ。まだまだ。クレイ。またな。
仕留め。どうや、うん、はあ、刻んだ地球。エヴァンのもとだ。くだる。ふっ、やめるくらえ。行くぞ。皆さんに潰す。逃げるか。おう、引っ込むで。はい、はあ、このまま続けぞ。ふっ、シャキシャキ。たまるわけにはいかない。行けんだろ。行けば。任せる。ソラ、攻める。スリルの階段とは豪勢じゃねえか。遅かったな。でっけえミスリル見つけて目がくらんじまってよ。の。ここもいつ崩れるかわからない。急いで出た方がいい。ああ。でもシンラに居場所を知られている。待ち伏せされているかもしれない。俺が連中でもそうするぜ。でもよ、それでも行かなくちゃならねえ。俺たちは。あれを見ちまったからな。俺たちの使命は星を守る。シンラが邪魔するなら戦うしかねえ。うん。クロマントの連中を追いかけよう。おそらくセフィロスとつながっている。見るよ。